ご飯をいただきます。マジでお腹が空いた。頭がくえ。私はね、頭が長いからね。頭が。いただきます。邪魔だね、線が。線が邪魔だ。くしゃみが出そう。出ないわ。いただきます。なんだろうこれは、わかんない。なんだこれは。わかんない。タンシチュー。今日はタンシチューと、なんかグラタンが入ってるよ。玉ねぎ。玉ねぎだ。レンコンチップ。お話し会にさ、あ、今お話し会なんですけど、今日お話し会にさ来てくれてる人ってさ、私のことどう思ってんの？私のさ、このショールームのさのとさ、お話し会ってさ、もうな、誰って感じじゃない？別人じゃん。別人じゃない私って。まあ、二度おいしいみたいな。うん、やわらか。昨日のお弁当にね、うなぎが入ってたの。びっくりしちゃった。なんか2種類あって、正直どっちでもよかったんだけど、うなぎが入ってるってことでうなぎが入ってる方にした。てか私これ去年と同じサンタなんですよ。なぜかっていうと、なんかファンの方にね、トナカイをもらったの。んでも、うん、トナカイがあると思って普通にレッスンして、あの普通にあの事務所に置いて帰ってきちゃった。でもサンタもうさ、私わかんない。世の中の人がなぜサンタをするのかわからない。サンタをするということは人にプレゼントをあげなきゃいけないんだよ。なのにこう、みんなサンタするじゃないか。君はじゃあプレゼントもらえないんだからねって思う。だから私はサンタしたくない。私はプレゼントまだ欲しいから、サンタさんの、サンタさんからの。だからこっちがあげる立場になった瞬間もう終わりなのよ、プレゼントは。まあもう私はすでに終わってるんですけど、でも今日はサンタいっぱいいる。
だからこの格好してたらさ、ファンの人からさ、プレゼントくださいって今日もう何人から言われたことかわからないぜ。だからサンタはしたくないんだ。でも気にしないでください。今ショールームしてる佐々木舞香ちゃんとお話し会の佐々木舞香ちゃんは別人なので気にしないでください。別人格なんでお気になさらず、プレゼントくださいって言ったらあげるんじゃないですかね、舞香ちゃんは。なんだこれは、これはグラタン。うん、ラザニア食べたい、ラザニア食べたい、ラザニア食べたい。ラザニア食べたい運動しようかな。なんかさ、画面がさ暗くなるんだが、これはなんじゃ。今年も作れば、あれ去年作ったんだっけ私。私去年ラザニア作ってた。うん、作ってた。やっぱクリスマスといえばラザニアだよね。みんなクリスマスといえば何？なんかスターは来てる？もしかしかして、もしかしかしかして、もしかしかしかして、ちょっと待って、消えてたらごめんね。ちょっと待って、やめて、もう消えちゃうから。やめてとか言って。なんて失礼だ。あやか、ありがとう、タワー。ちょっとやめてって。動いちゃうから。やめてよ。やめて。ほら、もう分かんなくなっちゃったじゃないか。ささやちゃん、ささやちゃんありがとう。なにこれ、タワー、あ、違った違った違った、サンタワー、あ、サンタワーか。え、2人しか私今見つけられてませんからね。誰、ありがとう。もう消えて、消えちゃってるもん。タワー投げたよ。なりちゃんありがとう。なりちゃん、なんかめっちゃがさ画面暗い。え、マジで何なの。え、この現象になる人いない？なんか違うのよ、画面がもうパッて暗くなるの一気に。だけど最大限なの明るさは。うわ、なんかミラーボールだ。これは何なの。私これの、この現象がよく起きるんだけどさ、マジで迷惑、この画面が暗くなるやつ。勝手に暗くなりやがって、勝手に暗くなりやがって。ベジータみたいな。そんなベジータよくわかんないですけど。暑いのかな。明るさセンサーってどこにあるの？携帯屋さんいる？もしかして。カメラの横。
帽子取っていい？ちょっと見てて。帽子取ったら私すっごいボサボサになるから。行くぜ。ほらね。うわ、静電気がすごいぜ。静電気。治ってない。なんだここ。マジでさ、このタン刺繍さ、私この前もさ食べた気がするんだけど、ショールームで。だけどさ、マジで許せないのがさ、これなんでスプーンついてないのかな。私前も食べてたよね。でさ、これどうやって食べんのっていう話をしてた気がするんだよね。絶対に箸じゃ無理なんだけどっていう。箸しかないんだよね。でもどうかしてる、どうかしてるぜ。何にも救えないの、サラサラすぎて、その支柱部分が、支柱部分がね。そういうこと、器ごと、これごとってこと。こんな食べ方する人いる。なんかさ、マジで私さ、ショールームするとさ、変な話しかしてない気がする。うん、はなちゃんだ。なんかはなちゃんが覗きながらさ通過してたから、すごいおばあちゃん、おばあちゃんみたい。見て、かわいそう。ネイルがもうほぼ外れかかってるから、止めるために絆創膏してる。一旦みんなのかわいそうを誘った。全然怪我してません。ネイルさ変える時間がなくて、もう外れかけてるの、ここは。だから全然怪我してません。心配してくれてありがとう。遊ばれてる。うん、はなちゃんショールーム始めた。目の前にいるかも。え、ねえ、そっち向きでショールームするのやめてって言ったじゃん。って伝えて、ね、そっち向きでショールームするのやめてよ。下手したら私が映っちゃうかもしれないから。なんでそっち向きでやるの。こっち向きでいいじゃんね、ホワイトボード側でいいじゃんね。やめろ。そっち向きでやるな。はなちゃんこっち向いてる。そっち向きでやるのやめてって言ったじゃん。
ちゃん、花ちゃんはいなかったと思うけど。ずっと怒ってるね。そうなの、私ってずっと怒ってるのよ。1日24時間としたら20時間は怒ってるから。怪我、映ってないってよーって斜めになってる。しょうこもいる。リサか、リサ、リサか。ほぼほぼ怒ってんだからね、私なんて。ツナだわ、ツナツナツナ。うん、めちゃ暗くなんだ。もう一段階暗くなってる。なんでやねん。今2段階暗くなったからね。さっきもさ、暗くなったって思ったのにさ、もう今もまた暗くなってる。やめてよ。また画面が暗くなってる。一生怒ってるわ。なんで？充電しながらやってるもん。え、マジで何？めっちゃ見にくいんだけど、めっちゃ見にくいんだけど。いや、明るさは最大なのよ、いつも。いつも明るさは最大なのに勝手に画面が暗くなりやがる。むきぃ。ショールームしてなかったら携帯をぶん投げているところだったわ。危ない危ない。ショールームしててよかった。ミラーボール。自動じゃない、自動じゃない、手動だもん。この間変えたの、この間変えたのよ、手動に、手動。だからマジでおかしいの。低電力でもないし、低電力でもないし、明るさも自動調節じゃないし、マジで謎いね。スマホ熱い？うわ、ついた、早く。熱い、つまり普通熱いとはなんない。困ったもんだぜ。めっちゃでかい。タワー増えてる。うん、待って、やめて。一旦待って、待って。待ってて、ご飯食べるまで。投票にする、投票にするわ。どうやって、どうやってやるんだっけ。にょん。
ジで画面が暗すぎて文字が見にくい。一回口を取る。ないね、口が。口がない、口がない。どっちが勝つかな、1か2か。佐々木舞香タワーで検索したら出てくるよ。でも携帯今使ってるから検索できないよ。教えて。やばいね、私今日ずっと怒っててごめんね。やだよね、大変失礼。リリミュー、マジで暗い、びっくりや。何するんだっけ。みずほちゃん、みずほちゃんありがとう。はまさんありがとう。みちゃんありがとう。ほらもうここまでしか見れへんわ。これ最後まで残してくれてたらいいのにねっていつも言ってる気がする。最後まで残してほしいね。なんで消えちゃうのかな。でもさ、普通のさ、あのこっちで見る分には消えないもんね。消える範囲が違うもんね。キドド、うん、キドドドアイドル。何時今？2時になったら教えてもらってもいいですか？2時になるよって、2時になるよって、もうすぐ2時になるよって。マイカちゃんタワー投げたよ、ありがとう。誰？ちょっと待って。誰あれ誰。ああ消えた、あー消え去った、あ消え去っちゃった、消え去っちゃった。カズタカさん、カズタカさんありがとう。うん、うん、くるみちゃん、あ、束花、束花、花束の、ありがとう。ささやちゃん、ささやちゃん見たかも、あやかも見て、くるみちゃん見てない、ありがとう。束花、束花、束花、一体束花さんが誰なのか。和隆さんありがとう、2本ありがとう。なりちゃんありがとう。かずきさんありがとう。下はスカート、そう、でも見て、今さベルトしてないし、なんなら普通にスカート履いてる。謎すぎん。寒いじゃん。寒いじゃん。去年は写真撮る時だけやったんだよ。ブーン。ハンター文字読めた？
読めた、ググった、確かに。でもリプランさ言ったらさ誰かしら答えてくれてるよね。ハンター文字トレンド入りしてたよ。なんでなんでなんで。マジでずっとさ暗い。でも急に明るくなったりするよね。美中さんの学芸会行ってないです。昨日だよね。柏木日向さんの卒業が、卒業、転校が一昨日でしょ。ちょうどねサイン会とお話し会でだだ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 。何時に終わるんですか？2時です。あ、全然気にしないで。配信で見るから。ないです。どこ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 だもん。萌子ちゃんとのエピソードですか？なんだろう、ないです。カラコン何使ってますか？使ってないです。でもカラコンの話したわ、萌子と。なんかカラコンがさ、なんか何の話したんだっけ。私はカラコンつけてないの。でもなぜかというと、それは私は目がちっちゃいから歯足りてんのよね、幅が。え、わかる？このえ、これさ言うとさ、まゆかちゃん目ちっちゃくないよって言ってくれる人いる、言ってくれる人いるし、萌子もそう言ってくれたんだけど、違う、そういうことじゃなくて、そういうことじゃなくてさ、え、真剣に考えて、真剣に考えてよ。カラコンしてる人ってさ、目の開きが大きいから黒目が足りなくなっちゃうんでしょ。足りなくなっちゃうっていうか、その届かなくなっちゃうんでしょ。だけど私は目の開きがちっちゃいからこと足りてんのよ、これで。わかり？わかり？だからマイクちゃん目ちっちゃくないよとかじゃなくて、ちっちゃいのよ実際。まあでも、まあ元々の大きさもあると思うけど、私はもう足りている。だけどだから私黒目は普通にちっちゃいと思うんだよね、めっちゃ黒目自体は。だけど目の開きがその分ちっちゃいから足りてるだけで、私のこの目のこの開きが大きかったら足りてない。だから黒目大きく見えるんだよ私って。わかる？真剣に考えてみんな。目の開きがちっちゃいから黒目が大きく見えるの。だけど実際大きくないのよ。だって私見てみ、私コンタクトこんぐらいはみ出てんだから、コンタクトが、コンタクトさんが。でもコンタクトは平等じゃんっていう話をさしてた、萌子と。
さあのコンタクト見えてる画像さ見てみなよ。私もうコンタクトがこれだとしたらクラモイこれなのよ。もうこれこれしかないの。もうチョンがあってコンタクトがある。もう私も点なの目は。ビー先端恐怖症。片付けたいと思います。それでタワーを読めてない方はいらっしゃいますでしょうか。いらっしゃいますよね。そりゃうわバグってる。あと10分で14時だよ。ありがとう。ピューロよ乗り物乗りました。写真撮った。写真もらった。マイメロのやつかな。マイメロのやつも乗ったし、なんかホームパーティーみたいなやつも乗りました。私さ5周年の時カラコンつけてたんだけど分かった。だけど私カラコンなんか私の注文の仕方が悪いのか。でも一緒にしてるはずなんだけどいつもの何この角度だけど絶対絶対ゴロゴロするのねカラコンって。痛くてそれが。だからなんかそんな頻繁につけれない。めっちゃ痛いの。だから裏に普通のコンタクトも持ってきていつでも変えれるようにしてたね。カーブがさ合ってないって言うじゃん。だけどさ何この一緒なんよこの何この目透明なさやつと一緒なんだけどさ。まあでもそれぞれあるのかなって思ってなんかそれがちょっと挑戦できない。ねメーカーさんで違うのかなって思う。ドゥンドゥン。マイメロからの願い。厚みかな。あ、1番が勝ちました私さもう何このギフトのところ押してもさもう何も表示されなくなっちゃった。まっさらまっさらブルージーンズって感じ。まっさらまっさら。タワー投げられた。ありがとうございます、かずきさん。何この、何これ。ワールドカップのやつ？違うか。筋肉？何これ。何この黄金のタワー。黄金のタワー何？ワールドカップのやつなんだ。あ、トロフィー。
うん、かわいい。金色、金色です。あ、じゃあ順位読みます。順位ってどこで読むんだっけ。え、順位ってどこで読むんだっけ。これか。13位あ、いやの化身。え、何、どういうこと、どういうこと、どういうこと、ちょっとどういうこと。今のキャラっぽい。12位翔太さんありがとう。11位浜さんありがとう。10位あ、田原ちゃんありがとう。9位和樹さんありがとう。8位なりちゃんありがとう。7位くるみちゃんありがとう。6位みちゃんありがとう。5位あやかありがとう。4位ささやちゃんありがとう。3位ごはんかかほまるちゃんありがとう。2位みぞほちゃんありがとう。1位かずたかさんありがとうございます。しまし、ありがとうございます。じゃあ私はしばらくおねんねしたいと思います。おねんねしたいと思います。あら、くるみちゃんまた新しく投げてくれたの、ありがとう。それではメリークリスマス、おやすみなさーい。